ただいま夕方の4時頃です。今日はライブロックを買ってきました。まあカーリー対策っていうのも兼ねて、やっぱりカーリーがついてるねライブロックを、そうね、こっちの水槽やね、こっちの水槽のデスロックがもう真っ黒でちょっと見苦しいので、こっちの水槽にちょっとねライブロックを入れようと思って、とりあえず候補としてはここの大きい、カーリーがついてるライブロックを、とりあえずこの子は引っ越しさせます。あとどっかカーリーがついてる場所のがあと見つかれば、今のところここ以外にちょっと目視でまだ見つけることができてないので、このライブロックをとりあえず引っ越しさせます。あとのここのね今日買ってきたやつを、まあ60センチの水槽にちょうど入るような量を買ってきたので、まあサンゴ水槽からちょっとねお引っ越しさせるライブロックを選びつつ、この買ってきたやつはとりあえずはサンゴ水槽に入れてちょっと様子見てみたいなと思います。今回もまあ形を重視するのと同時に、サンゴが入りやすいようにこういう丸いくぼみがあるやつを中心に買ってきました。もし入らない場合はこの辺とかをポキッと折って、こう細長いね土台が細長い、やつをあればだし、これはまあこう置いてるだけでも結構ね形がいいと思いますね。こうやって流れ花のね根元とかもここポキポキって折れば入るかなと思います。こちらも結構ここかな、ここをポキッと折れば、三角形の土台のトランペットなんかも入りやすくはなります。こういう風にね重ねればしっかりとここにライブロックですね、トランペットが入る形のものを買ってきました。プラスこれも土台で買ってきたんかな、そう高さを出す土台をこれやとねしっかりと安定しているので、このまんまどんな形でも使うことができます。これは単純に形がいいライブロック、もうこれだけでね成り立ってしまうので、これもこの上に置いてもねこのままでも成り立つので、これは、魚水槽の方に入れたいと思います。そこまで石灰槽もついてないかな、これはでプラス小さめで形の良さそうな、もうこれも小さいので魚水槽の方かな、魚水槽の方に入れたいと思います。うん、これはちょっとサンゴ水槽には使えなさそうだね、なんかどうやろうな、ちょっと支えぐらいにはなるんかな。ああここ入るわ、ここ入るかな、流れ花とかはもしかしたらここ入りますね、ここかここか、流れ花かな、流れ花入れるためにこれちょっとチョイスしてきたんかな、もしかしたらちょっと流れ花やな。うん、とりあえずこれで2キロで何枚だっけ、6400円かな。今からちょっとそうだね、とりあえず入れようかな、入れたいと思います。